これわかるかな？これわかるかな？これちょっと待って、これをこれをこうか。こうか。わかります？わかります？お分かりいただけただろうか。ちょっと待って、これわかりますか？あの、でも常日頃から胸にスラッシュを入れるのがすごい好きで、あの街行く人々を見るたびに、胸にスラッシュを入れるのがすごい自分の中でブームで、胸にちょっと衣装どんなのいいですかって言ったら、もう真っ先あの胸にスラッシュが欲しいって。ちょっとね、胸スラッシュをね、ちょっと、はい、起こしていきたい。胸スラッシュブームを起こしていけるように、頑張りたいと思います。ですがね、何なんだろう、この、葉山の、胸に対する気持ちが、実りに実って、とんでもないことが起きました。見てください。ほら、なんかおかしなことが起きてませんか？これ、これ葉山頼んだっけな。なんかこれがたまに起きるんですけど、書いてくださってありがとうございます。あ、かわいいしか打てないんだね。かわいいしばっかりだ。ちょっと待って、もういいや。ありがとうございます。ごーい、ありがとうございます。はい、かわいい、語彙力奪ったらちょっと今後のね、生活に支障きたされても困りますのでね。はい、ということでね、次に行きましょう。次なんですけれども、制服、何かしたいなって思っていて、